ですかね、なんか自分の気持ちを強く持てるようにやっぱりそこがいつも弱いんで、なんかそういうのとかをいつもよりちょっと考えるようにして、なんかかっこいいダンスしてんやけど出し切ってないでしょみたいな、審査するのも人間やし見る人も人間やから、やっぱ内面的なもんとかが出た方が私は最終的にグッてくると思ってるんですよね。やっぱ大きい舞台で真ん中にボンって立たされて、それをお客さんが橋遠くからこう見た時に自分の世界だけでちまちま踊ってても私何も伝わらへんと思うんですよ。今回選ばれた時はめちゃめちゃお姉ちゃんもめっちゃ喜んでました、はい、すっごいサポートしてもらいました。練習一緒に付き合ってもらったり、なんかいろんなことを教えてもらったりとか、まあ絶対萎縮してなんかちっちゃくなるよりなんか思いっきり自分が踊ってるとこを出せたらいいなっていうのはすごいあります。時はあんま聞こえなくて、いろんなことが、なんかやりきったって思えたわけじゃないんで、今日の自分のダンスが、だからなんかもうちょっとできたなって思うとことかもあったし、そういうところを少しずつ伸ばしていけたらいいなと思うのと、あとはやっぱりいっぱい経験値を積んでいきたいなってもっと思いました。なんかもう負けた瞬間にうわーって、やっぱそれは絶対なんていうの、自分の中でもう悔しさがめっちゃあったんで、なんかもっと頑張ろう、なんかこのために自分がフォーカスしてきた頑張りはもっとやっぱこれからもつなげられるなと思ったし、なんか本当に私にとってこれネクストステップやったんで、今までで多分一番大きいバトルやから、それを得てもっと頑張りたいなと思って、次またなんかどんどん来年から頑張っていきたいなって普通に思いました。人と話すのはそんな得意じゃなくて、特になんか小学校上がった時とかはお母さんがたまに言うんですけど、なんかどうやったら友達いっぱいできるんかなとか、すごいなんかそんなこと言ってたらしくて、親に結構人前でなんか発表するのも苦手で、なんかこう
どっちかっていうとそんなめっちゃ明るい方ではなかったのかなって。人見知りが激しくてあまりこう自分から行く子ではなかったです。まあ、ダンス始めてめっちゃ変わったねってまあよく言われるとか、でもよくお姉ちゃんとかはいやそれが本当やったんちゃうみたいな、こういう風になりたいとかこういう風に見せたいみたいな、そういうものがダンスを通じて表すしたいなって思えるようになってきたというか、私ダンスはすごい自分を変えたかなと。いつもなんかお母さんこう言います、なんか私たちが見れなかった世界を見せてくれてる2人はみたいな。それもこれもやっぱダンスがあったからこういう感じの状況があるというか、なんか面白いなんか素敵なものなんとかは言ってますけどね普段は。今日は同時に、ビリーフという音楽とダンスといろんな文化を一緒にミックスさせたフェスに来ました。一つはボディーカーニバルのクルーでショーをさせてもらうのと、一つは、いろんなジャンルの方、ヒップホップ、ジャズ、フリースタイル、ブレイキンとミックスさせて知ってもらってショーをさせていただきます。あゆみはそういう風な大きいとこに出る人間になるとは思ってなかったから、こう趣味的にやったはんのかなっていうぐらいしか思ってなかったんですけど、やっぱり今いろんなとこに呼ばれたりしてるのを見てるとすごいすごいんやでっていうことを上の子に聞かされるんですけども、だからすごい努力家やなと思うし、一つのことを続けられるのはすごいことだと思います。なんかお母さんは私のことあーちゃんって呼ぶんですけど、あーちゃんのダンスって何なんみたいな、なんかみんなあるやんみたいな、なんかそういう風に映ってるんやと思った時に、素直になんかあ私もっとなんかアピールとかなんか表現とかもっと自分っぽいって出せるなみたいなのを感じた言葉やったんで、ずっと分かんなかったんです。分かんないんですよ、やっぱ難しくて。自分の気持ちとかをなんかこうもっと出せたらいいなって、なんかそれを自身で感じたなっていうのはすごい自分の中で大きい変化だなっていうのはありますね。なんか逆に去年レッドブルーが終わって今ちょうど半年ぐらいなんですけど、もうすでに自分の中では自分のこうあこういうことがあったりなとか、こういう風にしたいなっていう、そういうのっていうのは常にやっぱありますかね。一生終わりはないというか、ずっとずっとなんか新しいことをしたりとか永遠と続く可能性かなって私の中ではあるし、そういう今分からないことがまた一個分かったりとか、今の自分じゃないものが1年後には見せられたりとか、なんかそういうのが私にとってすごい魅力やなって思いますね。またあの舞台で踊りたいなっていう気持ちがやっぱ去年終わった後にすごい思ったので、すごい嬉しかったですね、はい、すごいなんか変わりましたね。去年あれが11月に行われて、いい意味でいろんなものが自分になんかこう影響を及ぼしてくれたなってすごい思いますね。楽しむとかなんかやっぱ自分の感情を乗せるとかが、私は自分はすごい重要視してる部分ではあるんやけど、あゆみは私よりも真面目でちゃんとやるタイプの人やから、やっぱちゃんとやることに美学を感じてたというか、なんかそこにいい感じでちょっと遊びも入ったりとか、こう自分の感情が多分リアルに結構周りに届いたりするから、ダンスはその日の、まあ、そういう部分がダンス見てても、まあ、普段の生活でもやし変わったなと思います。本番の時にやっぱいろんな気持ちが絶対巡るので、心の中でその時に絶対自分でいけるっていう気持ちで臨みたいなっていうのがなんか今回は大きな目標ですね。
精神面が強くなったかなって思います。練習してきたことっていうのはもちろんで、それでにやっぱ当日をどう楽しむかとかいう感じの精神力の持っていき方が他のバトルとか見てても変わったなと思います。なんか達成した目標はこれだけ、自分に負けないっていうのが私の大きな目標ですね。もちろんね、バトルなんで絶対相手を倒すっていう気持ちがむちゃむちゃでかいですけど、それと同様やっぱ自分に負けたら諦めになるから、そこは絶対に諦めないっていう気持ちで臨もうと思ってます。どんな時でもやっぱもう自分がいいと思うダンスを自信持って出し切りたいなっていう、もうその気持ちしかないですね。良かった時も悪かった時もあるし、人間だし全部全ていつもいいなんて絶対ないから、そういう時こそ私は今までやっぱ考えてきて、なんか一番自分が大事なのはそこかなって思いました。なんか他のことを考えるよりやっぱ自分が一番自分自信持ってへんかったらいい踊りは絶対できないなって思うので、やっぱ自分のスタイルを出し切りたい。